余興は終わりだ、ハンジュン。あ、兄貴。ユタ。余計な真似をするな！私に恥をかかせる気か。ユータ君を話しなさい。ナイフなど無用だ。お前らは何をしている。拍手で勝者を称えるのだ。桐生一馬を、このハン・ジュンギを倒した堂島の竜を。素晴らしい。そして何より美しい。ジングオン派の古い人間たちがあなたにこだわり続ける理由がよくわかりましたよ、キリュウさん。それがお前のスポーツマンシップってやつか。男として美しくありたいだけです。それを貫く姿こそが私にとっての戦いであり、あなたに敬意を。ご心配なく、約束は守ります。怪我は痛むかな、ユータ君。あんたこそ桐生の兄貴にやられたんだろう。お互い様だ。
恨みがましい目をする。喧嘩といってもフェッサー、ただ調子狂うな。辰川の写真だ。お前の言う辰川もこいつのことだな。ええ、我々がスターダストのオーナーになって間もなく。辰川今どこにいる？その前に、なぜ彼をお探しで？あんな小物とあなたにどういう接点があったのですか？お前らには関係ないことだ。確かにその通りです。ただあなたの動向を我々も全く知らないわけじゃありません。お互い腹を探り合ったまま踏み込まないんじゃ。例えば数日前、沢村遥という女性が不幸にも事故に遭う。もちろんその方が桐生さんにとってどういう人、今あなたが興味を持って動いていることは、となると辰川君も沢村。余計なことを喋るつもりはね。それとも辰川は、つながりはありませんが、どうやら彼は本気でホスト。辰川がスターだ。めくらました。辰川は彼が中何？間違いないです。辰川は中国語ができます。ほうそう、それ外国語を覚えるにはそういうきっかけが一番ですから。辰川君は店を辞めた後、採用会のおかか、むしろ彼は初めからその情報屋になるつもりで神室町に来た節がある。それじゃ辰川は尾道にいた頃からで、その中国人とのつながりを隠すために神室町のホストになった。言うた。辰川はそんなことをするような男だったのか。ガキの頃から知ってるんだろう。そうなんすけど、なんかちょっと想像できないっす。桐生さん、なぜ辰川をお探しなのか訳を話してはもらえませんか？私としては大いに興味があるのですが。そこまで話す義理はね。辰川の情報はさっき俺たちがリングに上がった時点で聞かせてもらう約束だ。ごもっともです。確かにそういうお約束でした。いいでしょう。私は辰川君がねぐらにしている場所を知っています。どこだ？神室町の中ですよ。占領通りから脇道に入ったところに大岡ビルというのがありましてね。そのビルの2階に時々中国の女を連れ込んでいるようです。わかった。それだけわかりゃ十分だ。あ、兄貴、お会いできて光栄でした。桐生さん、人言派が彼らが潰し合ってくれれば確かに我々にも神室町の取り分はできるでしょう。ですが陰で構想を煽ってるなんてのはいい。そうか、邪魔したな。またいつでもおいでください。歓迎しますよ、桐生さん。